ある程度こう相手のことも頭だけではなく、うんうん、それをかいくぐりながら阿部、さあいいワンツーになった渡辺と阿部の関係性、折り返して絶好のチャンス、ライウト、パク・イルグ、まあ、ここでの立ち位置のところ、アレイトがいいところ取りましたし、もおお、小泉が奪い返す、そして岩崎、ジエゴも岩崎、右足一閃、岩崎が仕留めました、強烈な右足でのゴールは岩崎です、鳥栖先制。まあ、ここで少しこう足が止まってしまったところと、まあ、この後一度こう鳥栖の方がボールを失うんですけども、まあ、ここでこうプレッシャーいったところでちょっと FC 東京の選手止まってしまったかなと思いますよね、はい、でここでシューターに対してこうあまりプレッシャーがいけなかったので、キーパーからするともしかしたらちょっとブラインドになってしまったのかなと思いますし、岩崎からすると内側に入ってこう右足で打てるような状況を作り出したので、思い切って打ちましたし、こう巻きながらのシュート、非常にこう岩崎の得意の形の一つだと思いますよね。ちょっと阿部がまだ倒れています。多分岩崎がボール奪ったところの、ああ森重、これ大事にしたい東京、松木、アダイウトン、そしてチャンスだ、渡辺、パク・イルギュです。今のシーンです、まあ、ここ背負った時のこうヒールのパスでもう完全に、そして岩崎、さあ岩崎エリアの中まで入ってきた、岩崎折り返す、ジエゴ、まあ、ここ岩崎に渡した後、まあ、インナーラップして、まあ、クロスに対してこう対応するところを待ってましたけども、まあ、このクリアに対しての反応というのが非常に早かったですし、まあ、ここからシュートコースがない中ですごく早かったなというところ、はい、まあ、ディフレクションあって相手にぶつか当たってますけれども、コントロールしてからシュートまでが非常に早いので相手のディフェンスも寄せられなかったなって感じしますよね。ジエゴで奪った福田、そして本田だ、本田、ここは本田の切れ味、ニアに決めました、本田フーチです。まあ、ここのインターセプトが良かったと思いますし、まあ、ここから福田が運んだ時に、まあ、このボールもらって、まあ、普通だったら多分ファーサイドを多分打ち抜くと思うので、はい、多分ファーサイドをちょっと意識したと思うんですけども、足の膝の下の振りが速いのでここまた抜くと思うんですよね。だから内側が抜けてきてキーパーからす、まあ、トスとすればあの2点目がかなりこういう展開に持ち込んでいるのかなという気もしますが、小泉一気に運んだ、そして本田を戻して押し込んだ、勝ちた、最後は勝ちたで4点目、ボールの質を変えましたし、もうこの浮き球でファーサイドのところうまくいったところで、まあ、逆サイドのところ柿田も触るだけでしたけども、まあ、これだけこうペナルティーボックス内に、まあ、柿田も含めて人数かけれたってところが、藤田、おー、なんか柿田ここで打つか、柿田、今日2点目柿田、ダメのダメを、はい、まあ、ここカットしてから、まあ、いいところをつけましたし、まあ、柿田からすると、まあ、これもうシュート打つタイミングっていうのは何回かあったと思うんですよね、はい、まあ、ボールにやっぱりこう FC 東京の選手はやっぱり足が重いのでボールに寄せれなかったですね。まあ、ここ小川の横抜けてると思いますし、もうちょっとこうシューターに展開云々ではなく、もうやはりポジション的にも取れるときにどんどん取ってくる、藤田、いやシュートもありましたが、藤田少しブレてますね。で安藤からのボール、さあこれで試合終了です。 J1 リーグ第18節サガン鳥栖FC 東京は、ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.